ピオンのゴンサワンが紹介されました。超満員2400のこの後楽園ホールのお客様の声援を一身に受けての挑戦者藤原、まもなくその火蓋が切って落とされようとしております。チャンピオンモンサワンルーク・チェンマイ、一方挑戦者日本の格闘技目白道場からやってまいりました藤原俊夫。なおこの試合レフリーはタイ国のプラサン・アンパセンさんが担当しております。先ほど申し上げましたよ、さあ大きな声を出して飛び込んだ藤原、第一ラウンド開始のゴングが鳴りました。ちょっとこの辺りはフィッシュの心理作戦に出ました挑戦者の藤原。朝の計量で4ポンドオーバーでしたチャンピオンのモンサワン、真っ赤なトランクス、この4ポンドの短時間での減量、サウナに入って落としましたが、その辺りがチャンピオンのモンサワンとしては動きにどう響いてまいりますか。果たして対人以外のラジャダムランのライト級のチャンピオンがこの後楽園ホールのリング上誕生することができますかどうか、藤原がタイトルを獲得することができますかどうか、息の詰まるようなリング上であります。藤原がしきりに開始のゴンが鳴ると同時に飛び込みました、相手コーナーに飛び込みました。そして現在もご覧のようなしきりにフェイント、トリッキーな動きを見せております。今年のおっと、フラワーボールですね、いいですね。藤原君はね、そういう足をね、はい、からすぎていった方がいいですよね。2月に日本系のメジロジムライト級3位の有馬選手がタイに遠征してこのモンサワンと対戦して、なかなか白昼した試合を展開、結果はモンサワンの判定勝ちでしたが、その有馬選手に聞いてみますと、モンサワンの警戒する技は何よりも前蹴りを上げてましたね。船木さん、そうですね、前蹴り、その次に膝蹴りですね。今前蹴り出しましたね、はい、そういった目黒ジムの有馬選手の話というものも大いに藤原作戦のうちに練り込んでいることでありましょう。本当弓のような足ですね。そうなんですね、168センチの藤原、10センチリードしております178センチのチャンピオンモンサワン。藤原が右のストレートを伸ばしました。昨年の4月チャンピオンのジャランポンを判定で下しました藤原ですが、その試合はノンタイトル戦でありました。果たして今日この後楽園ホールのリング上、モンサワンチャンピオンを相手に挑戦者の藤原、8年半のその藤原キックボクシングの、あるいは藤原格闘術の集大成といったようなものを見せてもらいたいものであります。しきりに第1ラウンド変則的な動きからローキックを放っております。白いトランクス挑戦者の藤原、なんか目をしばたかしてちょっと気にしてますね。藤原が目のあたりをサミングされましたね、はい、サミングされましたか、はい、しかしモンサワンのあの左のキックですがね、回転が小さくていいですよ、はい、左のかなり高いキックを2発3発と連発いたしましたモンサワン。178センチの長身だけにそのコンパスも長く、一歩一歩のステップも非常に距離があります。さあ距離を詰めた藤原、さあ第1ラウンドの3分が経過いたしました。第1ラウンドは5対5イーブンのスタートと申し上げておきます。チャンピオンのモンサワンルーク・チェンマイは55戦45勝10敗 30KO、 まもなく23歳になります。キャリア5年、チェンマイの出身です。一方挑戦者の藤原俊夫、112戦102勝8敗に引き分け 81KO、 岩手県出身30歳、キャリア8年半であります。さあ第2ラウンドに入りました。この試合レフリーが大国のプラサン・アンパゼン、そしてジャッジが日本の鈴木立人、大国のウッリットが担当しております。出だしの藤原、船木さんどうご覧になりますか。いいですよ、悪くないですね、はい、夢丸さん、はい、チャンピオンのモンサワン、いかがですか。本当冷静ですね。戦績は55戦っていうね、はい、それ以上のなんか戦力がいっぱい積んでるような気がして、はあはあ、膝蹴りが出てきましたですね、モンサワン ね、正面に体を置きながら横から揺さぶるようなモンサワンの膝蹴り、これは十分に警戒したい技だという
黒崎根城ジム格闘技道場会長の話がありましたが、その膝蹴りが徐々に藤原を捉え始めました。第2ラウンドのチャンピオンボンサワン、コンタクトいたしましたチャンピオンのモンサマ、体勢を入れ替えました。体勢を入れ替えましたモンサマ、はい、膝蹴りを完全に封じてますね。封じてます、膝蹴りを封じてます。モンサマのディフェンス、なかなか見事なその防御技術を見せました。なお今日もし日本の藤原がタイトルを獲得した場合は、90日以内にバンコックでその防衛戦を行うことを義務付けられております。長いコンパスで左のハイキック、モンサマン。内側の左キック、飛び込むようにした。左キックはクリーンヒット。内側、さあもう一度左ロック、右を下ろした、バックステップ、一回距離を取りました。内側ないですね、このアッパーいいですよ。藤原のフェイントがなかなか効いてますね。いいですね、完全に藤原選手のペースですよね。第1ラウンドではちょっとチャンピオンモンサマンのサミング気味のパンチを受けまして、目を気にしておりました藤原。さあ右のキックに行きましたモンサマン、接近戦から膝蹴りを狙ってかった藤原ですが、体をぴったりと寄せてその膝を殺しましたモンサマン。モンサワン、ルークチェンマイ、これは船木さんどういう意味なんでしょうね。モンサワンというのはですね、非常にいい名前ですね、はい、モンサワンというのは、モンというのは魔術なんですよね。サワンが天国なんですよ。非常にいい名前ですね。天国の魔術というかね、そんな感じでしょうか。モンサワン、藤原右から左、右のストレートがモンサワンの顔面を捉えました。10センチの身長差がありますので、藤原のストレート下から突き上げるようにして放ちます。右のロック、藤原右のロック、これ第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。そして第2ラウンド終了間際、藤原の右のローキックで一瞬モンサワンが尻餅をつくというシーンがありました。第2ラウンドは明らかに抑えました日本の挑戦者藤原敏夫。リング上は第3ラウンド、また藤原右のストレート、全くポーカーフェイス、表情を変えません。タイ国ラジャナムランスタジアム認定ライト級チャンピオン、赤いトランクスのモンサワン。長いコンパスで左のキックを持ってまいりましたモンサワン。モンサワンのその秘密兵器といいますか、前蹴りはまだ見せておりません。さあいつレフリーのプロさんが分けますか。今ブレイクの声がかかりました。後ろに回りまして、必要な膝を飛ばしましたチャンピオンのモンサマン。これがチャンピオン、大国の誇りますラジャナムランスタジアムのライト級チャンピオンモンサマン。藤原の右、だいぶ今度は左のストレート、チャンピオンのモンサマンが伸ばしました。相変わらずポーカーフェイスですが、何か目の光が対色のよりもはるかに鋭くなってまいりましたチャンピオンのモンサマン。リングサイドで観戦しております元ライト級チャンピオンのシリモンコ。第1ラウンドはイーブン、第2ラウンドは藤原リードとどうやら見ております。後ろへ下がり横へ動く藤原に左のミドルキックを持っていきましたモンサマン。藤原飛び込んだ、第1第2ラウンドはチャンピオンモンサマンの動きを慌てず騒がずゆっくりと見ていきたいと語っております。第2ラウンドで藤原が明らかにポイントリード、第3ラウンド藤原の大きな右のアッパーカットが炸裂いたしました。さあ藤原が一気に勝負に出ますかどうか。第3ラウンド、このアッパーは有効ですね。はい、左の肘打ちを狙いましたチャンピオンのモンサマン。どうやら夢丸さん、この現在のところ安心して見ていていいと思うんですかね。藤原なかなか調子に出してますね。かえってチャンピオンが興奮してくれば藤原選手の思うツボにはまると思うんですよ。なるほど、かえってね。さあまた左ロック当たった藤原、しかし冷静に距離を取ってその長いリーチストレートを狙っておりますモンサマン。モンサマンが右の前蹴りを出しました。これが怖い技です。
船木さん、モンサランの顔変わってきましたね。あのね、杉浦さんね、大好きはね、三段だからが勝負なんですよね。ですからね、藤原君決して言わない。ありがとう、藤原。これ、第3ラウンド終了のゴングが鳴りました。先ほどの第3ラウンドで藤原がちょっと額のあたりを切りました。青コーナー下の磯部アナウンサー、はい、今ですね、ちょっと話を聞いたんですが、擦り傷程度で大丈夫だということです。ああ、そうですか。影響なさそう。はい、船木さん、はい、第3ラウンドも藤原を抑えましたね。そうですね、抑えましたね。500年の大国の歴史を誇ります。このムエタイ初のタイトル海外流出、日本人がタイトル獲得というタイトル達成するのかどうか。第4ラウンド、藤原呆然とラッシュいたしました。現在のところご覧のように藤原のその額の傷、出血は全く止まっております。完全に体を密着させました。藤原俊雄、チャンピオンのモンサワン口の中を切りました。あるいは後頭部を打ったが、藤原タイトル獲得。藤原ラジャダムナンライト級の王座を獲得いたしました。昭和53年3月18日夜9時28分藤原大国ラジャダムナンスタジアム、そのライト級の王座を獲得いたしました。驚きました。まだ立ち上がれません、モンサマン。もつれて倒れた時に後頭部も打ちました。打ちましたですね。立ち上がることができません。モンサマン、ルークチェンマイ、レフリーのプロさんがカウントを開始いたしました。テンカウントを引いても動くことができません、モンサマン。藤原、日本の藤原、大国ラジャダムランスタジアム、ライト級の王座を獲得いたしました。まさに歴史的な夜となりました。短歌が出てきましたね。しかし僕は本当にあれですね、ただこの試合を見れたっていうだけでもね、本当にありがたい、素晴らしい経験をさせてもらってました。もつれて倒れて後頭部を打って立ち上がれなかったチャンピオンのモンサマンなんですが、その前のパンチあるいは藤原の蹴りで相当ダメージを受けてましたね。連続攻撃がね、素晴らしかったです、毎度申し上げますが、この藤原、日本の藤原が大国のラジャダムナンスタジアムのライト級の王座を獲得いたしました。本当にやったぜという感じじゃないですか、船木さん。そうですね、もう心からおめでとうと言いたいですね。はい、はい、もうお客さんがみんな立ち上がっちゃってね、なんか本当に自分のことのように喜んでますもんね。ちょっと興奮状態の後楽園ホールのお客様、客席であります。それもそのはず、日本の藤原が大国ラジャダムナンスタジアムのライト級チャンピオンになりました。笑いが止まりません、日本の藤原。それにしても第2ラウンド、そして第3ラウンドと着々ポイントをリードいたしました挑戦者の藤原に、今認定証が授与されます。ついに4ラウンド、もつれて倒れました。その倒れ方が悪かった大国のチャンピオンモンサマン、ついに立ち上がることができませんで、藤原第4ラウンド48秒の KO 勝ち。これが大国ラジャダムナンスタジアム認定ライト級チャンピオンに与えられますチャンピオンベルトであります。皆様よくご覧ください。